では、朝のホームルームを始めます。一年次の授業もあと少しだね。終業式は今月23日、その翌日が卒業式になります。授業編成も変則的になるみたいだから注意してね。はいはい、トア先生。卒業式って言えば、先生がいた帝国の士官学校ってみんな軍人になるんでしょ？どんな感じなの？やっぱ気になるよな。トアちゃんの本来の勤め先、確か帝国のトールズ士官学院だっけか。士官学校って言っても普通の高等学校とそう変わらないよ。訓練とか一部特殊なカリキュラムがあったりもするけど、卒業先の進路も軍方面は半分くらいかな。先生も OG だけど教官になっちゃったしね。へー、案外自由なのかな。そういや、軍人以外にも結構いろんな有名人がいるって聞くよな。ユリアン君の母校でもあるんだっけ？ああ、トア教官や他の教官方にはいつもお世話になっていたかな。そっちの学校生活も一度覗いてみたいぜ。年明けから赴任してきたトア先生か。いつも外国の話が面白くて感心してしまうな。確か国際交流の一環でエレボニア帝国から来たらしいが。ええ、その上教師をしながら有名な NGO にも勤めてらっしゃるとか。そちらでも活躍されてるそうですし、本当にすごい先生ですよね。うんうん、そういうところも含めて人気だよね。しかも優秀な上にあの可愛さ、もう嫌がおうでも全校の注目の的っていうか。気持ちはわかるけど。それじゃあ連絡事項に入るけど、その前に今日から編入する短期留学生を紹介しちゃうね。二人とも入ってきて。え、短期留学生？それに二人って。やあやあ、皆さんどうもどうも。留学生のナーディア・レインです。みんなナーちゃんって呼んでね。お前な、ノリが軽すぎだ。スウィン君も自己紹介を頼めるかな。ええ、スウィン・アーベル。こいつと同じくレミフェリアからの留学生だ。こんな半端な時期で申し訳ないが、よろしく頼む。マジかよ。てかナーディアちゃん可愛くね。質問、2人はどういう関係なの？えへん、よくぞ聞いてくれたね。何を隠そう、スーちゃんとナーちゃんは。話をややこしくするな。まさか編入してくるなんて。もしかして例の件で。ううん、ここまでする理由はないはずだし。まさかまた例のバイト先の関係者なのか？アニエスも苦労してるみたいだね。ちなみに学芸祭にも参加してもらうから、みんなも仲良くね。あと校内を案内してあげたいんだけど、先生もまだ勝手がわからないこともあるし。ここはアニエスさんにお願いしようかな。トワ先生、もしかして事情を。わかりました、そういうことであれば。それじゃあ昼休みにでもよろしくね。あと学芸祭用に注文した資材なんだけど。Thank you.
まずは校舎内回りましょうか。1階には購買部や学食があって、おお、どっちもおせっになりそうですな。何でも言ってちょうだいな。またいつでもおいで。
お手柔らかにお願いします。さーて、どうする？どうした？兆候か？こいつで仕掛ける。なあちゃんに勝てるかな？じっくり選んでくれよ。また来てくれよな。バスケコートか。そういえばクラブ活動も盛んらしいな。はい、バスケ部は強豪なんですよ。それと芸術系の部活も有名ですね。そんじゃ始めるか。Yeah!
よ。うん、なんとかなりました。先はプールと冬場は使われていませんね。暖かくなったら納札水着解禁ですな。いや、学校なら指定水着だろうし、そもそもお前はスーちゃん、それ以上は禁止。またいつで何でも言って、またいつでもおいで。
この辺りは特別教室ですね。スーちゃん、移動教室間違えちゃった。とならないようにちゃんと見とかないとな。じゃない、それに留学生の2人も。ちょうど学校の案内中みたいだな。私はオデット、こっちはアルベールよ。アニエスも含めた3人とも生徒会に所属してるってわけ。いや、部下というわけじゃ。というか先輩とも知り合いなのか。
お仕事開始ですね。この像はもしかして。はい、学校の創立者にして芸術家アラミス・ゲンズバールの像です。少しいいか。こっちは正門。わあ、お天気もいいし、このまま初日からエスケープしようと。少しいいか。
少しいいか。少しいいか。少しいいか。依頼達成だ。入金を確認したわ。スケジューラーモードを起動します。Thank you.
お仕事開始ですね。少しいいか。
愛達成ですね。報酬が振り込まれたわ。では向かいましょう。パティスリーアンダルシアへようこそ。どれにするんだい？またよろしくな。イースの大聖堂、かなり立派だな。はい、建立は510年頃、イーディスで最も古い建物ですね。それがさらっと出てくるなんて、あーちゃんさすがだね。行くぞ。行くよ。よしよし、これがナーちゃんの実力なのだ。よくやったナーディア。とっとと行くぞ。これがナーちゃんの実力なのだ。よくやったナーディア。正気ざっとこんなもんだ。やるもんだな、アニエス。俺の番だ。シャアを特定のワークさ、いつでも行ける。敵の行動に注目してください。ざっとこんなもんだ。スーちゃんやったね。容赦はしない。こちらのナーちゃんの
ない宝箱だな。達成だ。報酬が振り込まれたわ。
行きましょう。ここが噂の仮想空間か。想像よりも綺麗な場所みたいだね。歯ごたえのある魔獣も再現されているみたいだし、なかなか気の利いた場所じゃないか。私の剣気にどこまで耐えられるかわからないけど、早速遊ばせてもらうとしようかな。Thank you.